はい、お疲れです。えっ、ー、と、本日行われてました、えー、神戸ワールド記念ホール。えー、これの感想を喋っていきます。これ、僕はワールドで見てたんで、えー、大会終わって、速攻、ライブでいろいろ喋ったんで、まあ、同じ内容を重複してるかもしれないですけども、まあ、改めて、まあ、自分のアウトプットも含めてですね、えー、まあ、いろいろ喋っていくんですけども、あの、これ、現地行くかどうか、 微妙なとこだったんですよねで今日雷神の格闘技も見なきゃいけなかったりとかまあカードのラインナップ的にもうんまあちょっと今回はいろいろやることあるからまあ家で見てた方がいいよなっていうそういう観点から、えー、まあ家で見てたんですけどで神戸ってね今ひな断石がなくなって見づらくなってんですよね。 一回アリーナ席はもう全部フラット面のひ壇なしの席になってるんで、昔はね、神戸ってひ壇席が一回アリーナにも完備してて、それすっげえ見やすかったんですけども、ここ数年でなくなってるんで、なんでこの会場のアリーナ席のひな壇がないっていうところの観点も含めて、まあ今回行かなかったっていう、そんな感じでしたね。はい。まあそれはさておいて、でも監視が4528人だそうで、結構パッと見、 結構入ってましたね。はい。まあそんな感じでしたね。で、第1試合が、えっ、ー、と、海の田口、ドラゴンダイヤと、永田さん、本間、タイガーマスク。はい。えっ、ー、と、まあ、この試合の感想はまあ特にないんすけど、まあ、強いて言うなら、4トラがあれ、結構太ったな、みたいな、そんな感想を持ったっていうところぐらいですかね。はい。でね、気になるのがね、永田さんがね、バックステージコメントで、 あのこの会場で試合するのは今日で最後じゃないかみたいなねそんなコメント出して「えこれ永田さんまさか引退?」とかちょっとね雲行きが怪しくなるようなその永田さんのコメントがねすげえ引っかかるっていう感じなんですよねいやーまさか来年、ね、年明け永田裕二引退とかさ「いやーこれほど悲しいことはないよ永田さんまだまだ全然いけるやん」っていう感じなんで。 いやちょっと長田さんのね、このバックステージコメント、すげえ気になるっていう、悪い意味で気になるっていう、そんな感じですね。はい。まあ、そんなところですね。はい。で、続きまして、えー、ロスインゴ対エンパイアの6人タッグ、この試合の感想は、これまさかヒロムとアキラで直接試合決まるとは思ってなくて、これヒロムとアキラで、あのこの試合で、あのなんか因伝みたいなのがさらに出来上がって、まあ、次の10月の両国で、 対ヒロムのシングルかなっていう風に見てたんですけどもまあ結果的にヒロムがこの試合でもアキラから勝っちゃったんでこの僕が思ってたヒロム対アキラのまあ実質上の次期 IWGP ジュニアヘビー級挑戦者決定戦的な試合はもう省略されたっていうもうショートカットされたっていうえそんな試合の結果だったんですよねでこれアキラがガチで負傷したのがっていうなんかそういう ざわつきってあったと思うんですけども多分これはガチではないかなっていう感じなんでまあヒロムのね新技お披露目のためのまあ膝負傷アングルだったのかなっていうそんな感じで見てますねはいというわけでねここでアキラが取られたっていうまあ言ってしまうと僕にとってね今回のこのアキラとヒロムの、えー、シングルやるかもストーリーの伏線ってただのフェイクだったやんっていうアキラはフェイクだったやんみたいなうわ 新日本のフェイクにやられたよっていうね。はい。そんな感じでしたね。はい。まあ、そんなとこですね。で、ヒロムがバックステージでね、ミスティコを指名して、両国で、ヒロム対ミスティコ。ああ、なるほどなと。これで、僕が思ってた、アキラ対ヒロムによる次期 IWGP ジュニア挑戦者決定戦の試合が、アキラではなく、ミスティコ対ヒロムっていう、ああ、こういうことになったんだなっていう感じですね。はい。ってことは、 その先に続くストーリーとしてはもうあれしかないよねっていうはいまあそなとこですねはい以上ですはいで続きましてスペシャルシングルの後藤対ゲイブはいこの試合の感想はなんか後藤ゲイブってあのガッツリやったら結構かみ合いそうだなっていうそんな感じですかねあのどっちともゴツゴツバチバチっていうかね うん、そのネバー色の強い2人なんで、まあ、今回最後あっさり後藤が、まあ、勝ったわけなんですけども、まあ、がっつり結構濃いめでやってきたら、まあ、噛み合うこと間違いないなっていうそんな感じは思いましたよね、うん、はいまあ途中ねゲイブが5寸釘持ったりとかしていやこれ AEW じゃねえんだからよあんまり危ないことやらないでっていうのはちょっと内心思ったんですけどもまあこういうね あの変なハードコア色なくしてもうゴツゴツのバチバチオンリーでいったらねまあ噛み合うこと絶対間違いないでしょっていうそんな感じは思いましたがねでこれ後藤が勝ったんでまあ次のロイヤルクエストがまあどっかでまあ後藤ゲイブってもう一回やるんだろうなっていうそんな感じしかしなかったっていうとこですかねはいまあそんなとこですねまあ言うてもこの後藤対ゲイブってこの間のジェイクの負傷があった でまあ、そこで急遽ゲイブのアドリブによって生まれたストーリーなんでまあそのアドリブによって生まれたストーリーがね最終的にいい形でつながっていけばいいのかなっていうそんな感じは思いましたがねはいまあそんなところでまあとりあえずね何だかんだ言ってもジェイクの離脱はいろんな意味で痛い,いっていうそんなところも感じたっていうところですかねはい以上ですで次が注目の X 登場マッチ ザック、フジタ、XVS、タイチ、真田、高見一六。はい。まあ、これは、どっからどう考えても、大岩しかいないよねっていう、もう、前々の予想段階から、もうこれ一択だったんですけども、もう気持ちいいぐらい、まあ、大岩で、まあ、ある意味、これで正解だよっていう、うん。このタイミングで、大岩以外の選手が来られても、逆に困るよっていう感じだったんでね。 うん、僕は前々からの予想で、ほぼほぼ9.5割大岩。残りの0.5割もしくは1割くらいで、え、誰これ系の無名な外国人。この2パターンしか考えられないっていうのを、まあ、散々言ってきたんですけども、もう大岩で正解です。はい、よくわからない無名な外国人来られても、逆に迷惑だよ。<laughs> でこれから東京ドームとかに向けてさ、 これから新日本って盛り上げなきゃいけない時期なのにここで無名な外国人来られてもいや,いやどう消化していくんだよっていう感じなんで、うん、大岩で正解ですここで大岩が来ることによって今後のまあ展開の楽しみとか、まあ、そういうのに広がっていくんでもう何回も言いますけども大岩で正解、はい、大岩しか考えられない まあそんな感じですね。で、これさっきライブの中でもね、こういろいろみんなで話してたんですけど、やっぱね、大岩のちょっとフィニッシャーがね、ローリング・ラリアットっていうね、ちょっとこれが気になるポイントなんですよね。で、前フィニッシャーだったあのドクター・ボム、これは、 ゲイブが使ってらドクターボムと被るから、もしかしたら使えねえんじゃない仮説とかもあって、ああ、なるほどなってのは思ったんですけども、いや、ローリングラリアットが昔岡田がやってたさ、ローリングレインメーカーとちょっとかぶるから、なんかつなぎ感がすごい強いんだよねっていう。あそんな感じなんでね。まあなんか新しいフィニッシャーちょっと欲しいよなっていう。うん、だからリストクラッチドクターボムとかさ、 困った時のリストクラッチで、なんとかドクターボムをちょっと持ってきてくんねえかなっていう、そんな感じは思ってるんですけども、はい。まあ、試合に関してはそんな感じですね。で、この今後の TMDK なんですけども、やっぱここでね、大岩が入ることによって、TMDK って、なんか日本食が強くなった感がしたんで、なんかそういう点も含めて、やっぱ大岩が入るのはプラスでしかないっていう感じなんですよね。今まで TMDK って日本人は 藤田君しかいないいなっていうで基本的にマイキーとかシェーンあとロビーとかってたまにしか来ないんで基本的にザックと藤田2人だけで稼働してるっていう感じでいまいちこのユニットとしてのちょっと活動性の薄さとかあとファンの気持ちがそこまで乗り切れないっていうのがあったんですけども。 ここで大岩が入ることによって一気にこの日本食が強くなったっていう感じなんですよねそれまでどうしても外国人ユニットっていう印象が強かったんですけどもやっぱ大岩が入るとガラッてイメージが変わるっていうそういう効果もあるっていう感じですねでザックも今新日本プロレスの S ランクに昇格してまあこれから新しいスターの一人になっていくわけなんでだからこれでよりザックへのこう気持ちも入りやすくなるっていう でこの藤田、大岩っていう機体の若獅子2人をね、ザックが先頭を走ってこう引っ張り上げていくっていう、やっぱこういう図式もいいっすね、うん、なんかザックだったらこの2人頼むぜっていう、僕はそういう気持ちになれるんで、だからすべてにおいて、やっぱ大岩の加入っていうのは、現時点の TMTK、そして新日本プロレスにとって、プラスでしかないっていう、うん、そんな感じっすね。 はいでまあ、大岩選手ってね、まあ、結構待望されてるのが、まあ、本体に入って、まあ、本体のまあエース路線っていうのが、まあ、一部、界隈で期待されてたと思うんですけども、今の大岩選手だったら、本体にいるよりだったら、TMDK の副将的なポジションでいた方が、絶対おいしいんですよ。今、本体のその次世代のエース枠的なポジションでは、もう海野がいるんで。 いわゆる役割,役割的な部分が被る傾向があるんであんまり大岩選手にとっておいしくないなんでユニ,ユニットの立ち位置も考えていくと大岩の t m d 系っていうのはユニットのバランスを見ても、まあ、順当なところっていう感じですねはいこれでね各ユニットに機体、えー、の新世代の選手が入るバランスが取れてるんでまあこれで全部が正解ですっていうそんな感じですね で藤田くんと大岩の関係は、この二人は、お互いヘビー級だったら話すべきなんですけども、まあ、ジュニアとヘビーで分かれてるから、まあ、この辺は別に目つぶってもええやんっていう、そんな感じなんで。うん、で、もし、まあ、なんかあったら、まあ、何年後かにノアで学んできたであろう、必殺の、まあ、裏切りっていうね、まあ、これも学んできたと思うんでね、まあ、ノアっていうかノ、ノアジュニアでさ、 よく昔やってた、このね、ノアジュニアといえば、この裏切りっていう。うん、まあ、ノアにいたことによってね、まあ、この裏切りっていうのも、まあ、大岩選手学んできたと思うんで、まあ、なんかあったら、まあ、ノアで学んできた、ノアジュニアで有名な裏切りイズムっていうのをやってもらえれば、まあ、なんとか収まるでしょっていう、そんな感じなんで、まあ、余計な心配はしなくても OK っていう、そんな感じですね。はい。まあ、そんなところが、えー、本日の X 登場、大岩選手の、えー、僕の感想でございました。はい、以上です。 はい。というわけで、えー、残りの試合も含めて、また別個で上げていきますんで、一旦この辺で失礼します。はい。ではまた上げたらよろしくお願いします。See you next time.